そちらにはね、上毛電鉄の2階駅があります。まあ、踏切注意ですね。これですね、まあ、立室のうちは罪を清める聖書、そちら方向から来ています。まあ、今日はね、こういったそちらがね、大桃方面です。まあ、ここまあ、これですね、まあ、黒地に白ですね。死後、裁きに遭う。まあ、黄色地で聖書と書かれています。まあ、きっと裁きに遭うんでしょうね。なるほど。はい、こういった感じでね、あと2枚あると思うんですよね。この先7キロメートルのところにですね、あのサバイバルゲームなんだそうです。あの男性2500円、 AK47 サバイバルゲームフィール、週末を中心に好評開催中。こんなどうなんでしょうね。まあ撃たれちゃうんですかね。嫌ですよね。そちら方向から歩ってきました。国道122号線、ここにありました。私を信じる者は永遠の命を持つ、イエス・キリスト。やっとお目にかかりました。私を信じる者は永遠の命を持つ。はい、よかったね。もう一個ね、頑張りましょう。こちらには温泉マーク、三つ間駅です。これあの黒地に白地で、あのテイクアウトできます。これ違いますよね。ここね、四段の滝ですね。ここは坑道なのかな。あれは屋敷明神ですかね。へえ、23夜灯だって。2段目。あ、ワン君大丈夫かな。ここ2段目ですよね。3段目、4段目、5段目。ここにはね、水縄駅、郵便局、まあこういった場所なんですけどね。あ、これですね。地獄は永遠の苦しみ、聖書。地獄は永遠の苦しみ、聖書。ね、まあ、地獄は永遠の苦しみ、まあ、聖書看板ありましたね。地獄は永遠の苦しみ。ちょっとこういった、そしてね、ここもあるんですよ。
明るくなりますか。イエス・キリストを呼び求める人は救われる。イエス・キリストを呼び求める人は救われる。よいしょ。信じる者は救われるみたいな、そんな感じですね。はい、もう見つけても寄りませんよ。もうね、あまりにもたくさんあって家にたどり着かないかもしれない。どうしてもね、こっち方面になかなか来られないから、こういった看板っていうのは本当に見ようとしないと見えないよね。またあった。もうどうにかしてください。行った場所です。まあここにはね、神と和解せよです。聖書。神と和解せよ。そんな感じですね。神は唯一イエス・キリストです。神は唯一イエス・キリスト。こういった看板もありました。方向がね、大桃の市街地です、まあ、これですね。まあキリストは人の身代わりに罪を負った、キリストは人の身代わりに罪を負った、まあこうなってますからね。はい、キリストは人の身代わりに罪を負った、こんな看板もあるんですよ。先ほどの看板はそれですね。キリストは人の身代わりに罪を負った。そしてね、ここにもあるんですよ。ちょっとね、色あせちゃってるんですけど、もともとは白いかったのかな。キリストの血は罪を清める、聖書。キリストの血は罪を清める、そういったことですね。これなかなかもう目につかなくなっちゃうよね。